勝第2組のスタートです。選手をレーン順にご紹介いたします。第1レーン斉藤くん富里、第2レーン堀くん成田西、第3レーン川上くん白さん、第4レーン藤橋くん大山口、第5レーン竹森くん泉谷、第6レーン藤井くん君津、第7レーン楠影くん成田高校附属、第8レーン八幡くん鎌ヶ谷第5。以上8名で準決勝第2組のスタートです。さあスタートしたのは準決勝第2組。さあぐんぐん出てきているのは6レーン君津の藤井くん、さあ追っているのは3レーン白さんの川上くん、終了しました2年団 100m 準決勝第1組の結果を申し上げます。1着4レーン山口くん葛飾11秒79、2着6レーン相良くん西原11秒86、3着5レーン柴田くん上静11秒89、4着1レーン高橋くん西初石11秒91。この時の風は向かい風 0.3m でした。続きまして第2組の速報です。1着6レーン藤井くん君津11秒27、2着3レーン川上くん白山11秒84、3着4レーン藤橋くん大山口11秒86、4着8レーン八幡くん鎌ヶ谷大吾11秒88。この時の風はございませんでした。5着以降は掲示板をご覧ください。さあ正面スタンド下で行われております共通男子走り幅跳び決勝、さあ四街道の滝沢くん4回目に 6m32 を飛んで6位に浮上しています。さあ続いて、今跳躍しましたサバラの香取くん、4本目に 6m56 を飛んで、なんと全国大会標準記録を突破です。おめでとうございます。